粉コーヒーはアメリカ合衆国のハワイ州のハワイ島西岸の粉コーストで主に栽培されているコーヒーの総称である。ブルーマウンテン、キリマンジャロに並び、粉コーヒーは世界三大コーヒーの一つである。アメリカ合衆国の州ではハワイ州がコーヒーを商業ベースで生産している唯一の州であり、ホワイトハウスでも粉コーヒーが使われることもある。 なお、日本企業でも UCC やドトールコーヒーが粉コ,コーストで観光農園を経営している。嫌味のないスッキリとした酸味を持つ。ブレンドに用いると良質な酸味が与えられると言われる。ブルーマウンテンに次ぐ高価な豆で偽物も多い。高価な理由は、希少価値というよりもコーヒー豆の原産国のうち唯一先進国のため人件費。 土地代などの費用が高いためと言われている。高価なため、基本的にはブレンドされているので、配合比率を確認することが推奨される。ハワイではこの他に、カウアイ島やマウイ島でもコーヒーが作られている。ハワイ州の法律では、粉で収穫されたコーヒー豆が製品内容量に、対し10%以上のものを、粉ブレンドと明記できるとあるので、比較的安価な粉コーヒーは、 残りの90%は違う品種の入った粉ブレンドと言える。粉コーヒーの農場はハワイ島の第2の都会であるカイルアコナの近くにあるのでハワイ島西海岸にあるリゾートへ世界から集まる観光客にも住民にもコーヒー農場の見学や販売店訪問が盛んである。その地域は粉コーヒーベルトと呼ばれていてカイルアコナのダウンタウンまたは コナ国際空港から、フアラライ山の中原へ上がり、海抜約500メートルにあり、ハワイ州道1 9 5号線が、パラニロードに入る少し手前から出るハワイ州道180号線に、沿って、主に展開しており、ホルアロアの町を通り、海が流で、ハワイ州道11号線に合流して、ケアルケクアや、ホーナウナウあたりまで続く。ピアレジャームックス編集部コーヒーピア。 スピア。ISBN 9長7848億3563 1196ホワイトプレジデントーバーマズコーヒープレファレンスイズザホワイトハウスエスベストケヘプトシークレットハットエーテストオブコナザコーヒーサーブドアットザホワイトハウスハットコーヒーの絵本ミレブックス旅行ガイド地球の歩き方リゾートハワイ島 P72 粉コーヒー物語旅行ガイド地球の歩き方リゾートハワイ島オアフ島 P72 粉コーヒーベルト探訪ありがとうございます